皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はこちらを使ってですね、下半身の、凝り固まった筋肉をですね、ほぐしていく枠をやっていこうと思います。動画を見ながらみんな一緒にチャレンジしてください。まずはですね、お尻にコムドラを当てましょう。そして床に手をついた状態でお尻の筋肉ですね、少しほぐしていきましょう。お尻の筋肉少し大きいので微妙に角度とか座るポジションを変えていきながらですね、ちょっと硬いところを見つけていただきながら動かしていただくといいかなと思います。はい、OK です。そしたらですね、今度太ももの足の付け根に近いところですね、まずはですね、足をこのように横に動かしていきながら筋肉に対して横断的なマッサージを加えていきましょう。筋肉の走行に対して垂直にマッサージ刺激を加えていきます。そしたら今度ちょっと膝に近づけた状態で同じように転がしていきましょう。この時上半身はもうリラックスモードで結構です。OK です。そしたら今度は少し手でお尻を持ち上げて足をですね、前後に動かしていきながらマッサージ刺激を加えていきます。だんだんね、ずれてきちゃったら元の位置に戻していきます。そしたら少し外側に、脳の外側に対して刺激を加えていきましょう。後ろの線にですね、ハムストリングスという筋肉になるんですけれども、内側外側というふうにですね、少し分けていただきながらですね、このように体をほぐしていっていただければと思います。まず内側ですね、体をこのように傾けていただいて、内側の内転筋と内側ハムストリングスを同時に刺激をしていきましょう。今度はふくらはぎです。膝に近いところあたりでまた横断マッサージから始めていきましょう。ゆっくりしたら今度少し足首に近い方に移動させていきましょうか。この辺は結構ですね、痛みを感じる方がね、多い箇所でもありますね。少し痛みがあるよという箇所はですね、少しマイルドに時間をかけてやっていただくことをお勧めします。そしたら先ほど同様ですね、ローラーを縦に動かしていきますね。コロコロと動かしてみてください。足首はですね、倒している時と上げている時で効き方が少し違うと思うので、どちらもですね、分けてやっていただく方がいいかなと思います。そしたらふくらはぎもちょっと外側に。で、膝をこのように曲げていただいてもいいですし、少しお尻を持ち上げてこのように動かしていただいても結構です。よし、じゃあ今度内ももですね、ふくらはぎの内側ですね、ここね、結構痛みがある方多いと思います。で、ね、内側の深いところにあるね、後脛骨筋という筋肉に対してもこの角度だとね、刺激をしていくことができるので、ぜひですね、内側の方もですね、やっていただくようにお願いします。そしたら今度ももの外側に対してアプローチしていきます。ここはですね、長径靭帯っていう風に場所になってですね、結構痛みの強い方が多いと思うので、まずはこのようにスタティック、止まっている静的な状態でですね、体重をかけるようにしてください。で、もし余裕があって動かせるよという方は、同じくですね、このポールを転がすような感じで動かしてみてください。で、これも部位がですね、股関節に近いところ、そして膝に近いところと分けて実施していただくと、よりですね、選択的に筋肉だったり全体というところの柔軟性を高める枠になっていくかなと思います。はい、結構です。そしたら今度ももの前ですね、このように乗せていただいて動いていきましょう。この辺は大腿四頭筋ですね、太ももの前の筋肉
猫背姿勢の方はですね、結構骨盤が後傾になってここがね、硬くなりやすい方がね、多いので、この辺も少しほぐしてあげてください。そして、前面だけでなく少し体を斜めにしていただいて、少し外側の繊維に対してもアプローチをかけていきます。はい、OK です。そしたら今度は反対側の足いきましょうかね。まずはお尻に、このポールに乗っかるようにお尻を転がしていきましょう。反対側同様ですね、ここのお尻はですね、筋肉が大きいので少しポールの角度だったりお尻のね、座る位置を変えていただきながらですね、全体的にお尻をですね、ほぐしていっていただけるといいかなと思います。はい、では今度太ももの付け根ですね、足の付け根に対してまずは横にゴロゴロと転がしていきましょう。このようにかかとを支点にしてコロコロ回していただくとやりやすいかなと思います。そしたら膝裏に近いところですね、ただ、膝の真裏には置かないようにしてください。この辺はね、血管とか神経とかがすごく繊細なポジションになっているので、まずは筋肉をほぐしていくところからやっていきます。そしたらですね、今度はちょっと手でお尻を押し上げるようにしてボールを転がしていきましょう。ある方はそのポジションで留まっていっていただいても十分に効果がありますので、無理して動くことはないです。そしたら今度ちょっとだけ外側に体重をかけて、ハムストリングの外側ですね、外側に対してアプローチをかけます。でも腰に近いところだったり、膝に近いところだったり、少し硬い場所を見つけていただいて徐々にほぐしていくようにしてください。さあ今度内側ですね、今度はふくらはぎいきましょう。ふくらはぎですね、まずは横にコロコロと転がしていきます。はい、OK です。そしたらもう少し足首に近いところでコロコロと動かしていきましょう。横のね、コロコロ動かす運動ね、あまりやる方は多くないと思うんですけれども、こういう筋肉のね、ほぐし方っていうのもまた別の刺激が入ってね、筋肉ほぐれていきやすいので、ぜひ試してみてください。そしたらですね、ちょっと転がしていきましょう。お膝だけ曲げていただいてもいいですし、余裕がある方お尻を持ち上げて体全体で転がしていただいても結構です。少し硬いなっていう場所を見つけてもらって動かすようにしてください。そして足首を少し持ち上げた状態で動かしてみましょう。そしたら今度外側ですね、ふくらはぎの外側に体重をかけながら転がしてみてください。 OK、 そしたら今度逆に内側ですね、膝から動かしてもいいですし、お尻を浮かせて体全体で転がしても結構です。自分のやりやすい方法で結構ですので、ゆっくりと痛みが強くならない範囲で実施していただくようにお願いします。 OK です。そしたら今度は太ももの外側ですね、このように横向きになっていただいて、まずはここに体重をかけるだけですね。この腸腱靭帯というのは、お尻の大臀筋という筋肉と、腸骨からついてですね、大腿筋膜腸筋が重なってですね、腸腱靭帯っていう太い靭帯になって膝の外側につくような筋肉靭帯になります。特に O脚の強い方とかは外側に体重が
外にね支えることが多いので、この辺が硬くなるっていうのは非常に多いですね。そして股関節に近いところと膝に近いところですね、少し分けてですね、コロコロしていただくようにお願いします。 OK、 したら今度ももの前側に行きます。反対の膝ちょっと曲げといていただくとやりやすいかなと思いますので、でもですね、股関節に近い部位と膝に近い部位とですね分けていただいて、ご自身でですね、特に硬いなとか凝り固まってるなっていうところを中心にやっていただくのがいいと思います。そして内側の線維と皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、このローラーを使ってですね、体、下半身をほぐしていくようなワークを行いました。もうね、足がポカポカになったなとか、少しほぐれたなという感覚があると思います。で、私が使っているのはですね、ドクターエアーのマッサージロール S っていうのを使っています。実はここにボタンがついていて振動するんですね。床に置いていくと動く感じわかりますかね。でこの振動刺激も筋肉を緩めるのに有効ですよというふうに言われているので、一般的なフォームローラー、真ん中がね、くり抜かれているこういうローラーあると思うんですけれども、そこに振動刺激をオンしているようなものもね、商品としてあるので、ぜひいろんなものを試してみていただきながらですね、ご自身の体に合ったものをチョイスしていただければいいかなというふうに思います。あなたの家がジムになるというキャッチフレーズで、ご自宅で簡単にできるホームエクササイズをライブ配信をさせていただいているんですね。決まった時間曜日にオンラインのトレーニングルームにみんなで集って、みんなで楽しくワイワイ運動しよう、こんなのをですねキャッチフレーズにしてですね、だいたい1回30分程度のエクササイズをさせていただいてます。まったりストレッチの回もあればですね、少しハードで一人だとちょっと心折れるなっていうところも、みんなでやれば意外とできるよねみたいなレベルのクラスまでですね展開しております。過去のアーカイブとホームページをですね、下の概要欄に貼り付けておきますので、ぜひ興味がある方は覗いてみてください。そして、あ、ちょっとやってみようかなとか、健康習慣手に入れたいなとか、みんなでやると楽しそうだなというふうに思った方はですね、最初の2週間が無料になってますので、お気軽に参加してみていただいて、続けられそうだなと思えば続けていただいてですね、そんな感じで、健康になるための習慣というのをですね、ご自身の生活の一部にね取り入れていっていただければなというふうに思っております。またですね、こういったポールを使ったエクササイズについても配信していきますので、見逃しのないように下の猫ちゃんマークからチャンネル登録していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。